で足を温めます。変なのダメ、混んでもらってるけどね、混んでもらってるけどね、まあ、ね、痛い、こちゃんね、まあ、ね、こちゃんね、あるし、今足に怪我とか触られたくないとこないですかね。ないです。慣れてください。我慢するしかない。でででででで、全然やめないんだもんね。超痛いんだけど。そんな入れてないですよ、力。本当に？ええ。ああ、そうでした。鼻詰まってたりします？ありますね。ああ。なんか喉の調子悪くないですか？痛いですよ。はい。痛い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 痛まで来てもらいます。あげる。なんか腰冷えてません？腰冷えてませんか？そんなに意識して温めてはいないです。多分。下腹部から骨盤にかけての状態良くないですね。
意味ない意味ない。腰調子悪いんじゃないですか。痛い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 。向こうに行ってもらっていいですか。あ、ここが痛い痛い。これちょっとひどいですね。痛い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 。目疲れてるじゃないですか。目疲れてる。まあまあまあ。肩こりですね。足で肩こりが危ない。分かりますね。ここが肩なんで。痛い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 。暴れすぎだよね。痛いからね。やってみたら分かるからね。うん、知ってる。じゃあ体験してんの。あ、汗出てきましたね。わ、冷た。かかと冷たいですね。腰の調子悪いですね、きっと。ここが。結構この視界が狭いですね。そうですね。歯間の溝掃除やっておくと痛風予防になるんですよ。へえ。それ一人で
自分でもできますね。一時期何回とか。なるべくここお風呂入った時とかに。痛いの？あ。足あったかくなりましたね。そうですね。おしまいになります、はい、いかがでしたか。めっちゃ痛かったです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。